裏が抜けるとこから。うん、なんかあの6月の最初だけじゃなかった、ガンガンに暑かった。そう、梅雨のとこね、うん、だから俺鳥取におった最初の2週間ぐらい、あそこめっちゃ、あそこが一番暑かったと思うよ。なんやったら、うん、そうやね、今日は嫌がっとったけど、ゆうこそこに本当になんだよって。え、どういうこっちゃ、どういうこっちゃ。でなった日は天気よかった。でも、おかげ取ったよ。おかげ取ったよ。なんでここにママおるがにって。元剣ってまだやっとんのかな、元剣さんまだやっとんのかな、うん、結構やっぱさ4年前ぐらいに上げとる店やめとるとこ多いからね、うん、微妙だね、はい、ついた、はい、ついたよ。今手元です。あ、ちょっともう一回、もう一回、みんなでやる、はい、もう一回行きます、はい、みんなで YouTube あるあるで、あ、 YouTube あるある、何回でもやればいい、じゃ行きますよ、はい、はい、どうもどうもどうも、はい、どうも、はい、どうも、お疲れ様です、どうも、はい、はい、で、僕は機動戦女性なんですね。ああ、軌道洗浄前に軌道洗浄した。はい、軌道洗浄、はい。からもからもってね。余計なこと言ったか。いや、僕もともと、あの、強くないのに無理してやっとるから。お任せしますよ。じゃあもう今日はもうあの無理って予約したんだよ、あの、あ、無理って予約したお任せ、お任せ、いくらぐらい、じゃあそれ聞いてね、大丈夫です、今日あの大丈夫ですよ、うん、うちら2人で1人前でもいいぐらい、まあでも、じゃあまあ普通に出してもらって読んでいけばいいな、読んでいけ、はい、うん、お願いします、はい、お寿司は今日のライブ配信でもおかしな人いっぱい来るんですよ、多分。いやーですね。いっぱい来るんですけど、いっぱい来るんですけど、それ。そうそうそう、そのおかしな人たちのいいよ別に。本当におかしいんだから。お互いも好き。本当におかしいんだから大丈夫。で、そのおかしな人たちとこの間の3連休は僕岐阜に張り付いて、あのみんないろんなとこから来てくれたから、で一緒に飲んだんですよ。3日間とも視聴者さんと飲むっていう、すごい、ね、たまたまね、たまたまなんかそういう計画じゃなくて、なんか最終的にそうなっちゃった。であの本人も面白いんだけど、その本人の奥さんの方が面白いってことが分かる。3日間ともね、相方がおもろいっていう。あ、みんな夫婦で来てたんですか。だから夫婦が多かったですね、夫婦か、まあ、まあ、いいね、そうだから、ね、あの席入れてないバツイチ同士とか、ああ、そうそうそう、もうあの事実上みたいな、それで来てて、うん、もう全体的にそっちの方がで分かったのが、あのライブ配信は、ね、その旦那のアカウントで、旦那とかその彼のアカウントでやってるんですけど、うん、裏でちゃちゃ入れてる、裏でその嫁がちゃちゃ入れてるってことが分かったんですよ。でだから半分嫁の意見やってることがこの間分かって、うん、だからどっちが意見言ってるのか分かんないみたいな、1アカウントで両は同伴食ったのにまた行ったの、ちょっと最初だからそいつ岐阜で飲み、うん、からもからもって言わない、からもからも言わせられとる、いやもう俺ちゃんとケイさんの動画全部見てるからね、時間あったら細かく分けますんで、再生リスト超本当にお願いします、作ります、でもね、
今から作ると大変かもしれない。そうそう、420ぐらいありますもんね。そっから作るのね、ヨナゴだけでもまとめるといいかもしれない。まあそっから始めた方がいいかもしれませんね。そっからはいいから、山陰から始めた方がいいかもしれませんね。確かに、ね、ケンさんに見てほしいですね。ほんまよかったわ。あの、こう本当入ろうと思った候補いっぱいあったんですけどね。ちょっとこの見てもらっていいですか。はい。じゃあどこが当たりでどこが外れか。いやでも、いや見てねえやろお前。ちょっと待ってください。ケンさんの動画まだ見てないやろ。まあ、そうか、これ撮る。最新のクーロン城も見てない。クーロン城。うん、クーロン城であの中行くんかなと思ったら。あれ通っただけですね。通ってるから。お前よ。違う。じゃあ本人。楽しかった。ライブ配信できんって言ってんのに、また立山飲んで待ってる。飲んで待ってるっていう岐阜弁で。お、まあまあ勝て。最近飲んだハイボールの方が結構濃いな。あ、本当？うん、もうなんかもう薄薄のばっかりやったんだよね最近。うん、あ、でもあの。ケンさんのチュチュチュって飲むね、そうそうですね、あのビールは食っていくんですけど他のもんはなんかチュチュチュってやるんですよね。うん、あの僕ね、あの本当あの例えばビール、まあ、僕はハイボール飲めないけどことを攻める方がダサい。あるあるよ、ある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 、はいはいはい、これうんうん、あの、うん、終わってから、終わってから。この飲みは動画。うん。2本目。出した。余計に編集しづらい。いや全然全然。タッさんが入っとることが意味があるわけ。今日は僕にとっては。いや全然全然。だからさっき西田さんとかも、うわいいなと思いますよ。やつはほら100人いたら顔出せって言うとるからあのスローライフさんは、うん、僕の動画なんてもう撮ったやつをくっつけただけの動画ですから。僕の動画4年ぐらいのやつそんなメンタルになる。今日も町内の人にもなおもんない言われとったしあれ見わえよ言うて、はっきり言うなわお前。メンタル意味やかも、酔っ払っとくか、うん、メンタル強い。昼から飲んだよあなた、うん、あんた飲むしかないもんに。うん。あ、うま、トロうま。食べたらいかんと。トロ1位ね。何を？タツの準備や。うん。最後準備。いくら食べるようになった？俺。匂っちゃうね。うん。娘のおかげでいくら食べれるようになった。嫌いだった。あの3歳の時に下坊吐いてから食べれんだんですよ。好きやったんですけど。うん。すぐ捕まるからね。うん、もし捕まえなら代行でうちらの車使えますか。代行すぐ行ける。代行は代行はバカみたいに待っとるんで。あ、本当。タクシーダメならタクシーも多分大丈夫だと思うけどな。でも戻ってくるかと思ったら代行で行った方がいい。いや別に全然うん、あの早苗さんの店が逆に近すぎて車で動くには、あ、そしたら大骨カフルでタクシーでも安いと思います。うん、行こう。そうだね、もう1時間だね。うん、そうそう、A 型やと思ったわ。そうそう、いや、飲むとそんなにソワソワしないよ。うん、そうね、そうそうそう。もう飲む分。はい、ご苦労寿司さんでしたね。割烹寿司ご苦労さん。一回断られましたけどね。今日はなんとか入れました。今日コラボでね、タツさんと一緒で。これからロリポップさん行ってライブやります、ね。ライブやりますよ。ライブやりますよ。はい、じゃあね、はい。あ、来た来た来た。はい、はい、じゃあ次どこ行こうかなってロリポップさん行くんだけどね。はい、それではまた。